病院を受診して湿布薬を何枚かもらいました。今でもちょっと腰が痛いのでコルセットはして湿布薬もしてるっていうような状態です。で、はい、先日保険会社から届いた書類を、全部書いてこれから、ポスト等か郵便局に出します。まあ郵便局の方はね早いんでね。はい、先日交通事故の病院の領収書と同意書とかを出して、早速ながらお金が振り込まれたので報告です。まず、病院の領収書を出したんでそれをもとに病院の領収書に書いた金額から、提出したらお金が振り込まれました。で、病院の通院の明細書なんですけど、ちょっとこれは何日間通院するかがまだ分かんないんで、これは、まだ出してないです。通院が、
長引きそうだったら長引きそうだったら何日かで区切ってまずこれ1枚出すか、もう通院が終わったんだったら終わった時点でこれを出すって感じになります。はい。でまああとそれと一緒に病院の領収書は必ずコピーとか写真とかで残しておいた方がいいです。そうしないといくらだったかっていうのが分かんなくなっちゃうし、あとあと健康保険組合から来るものとちょっと照合したいっていう人もいると思うんで、はい。で今は、この腰痛の薬を今腰に貼ってるような感じです。はい。腰に痛みはまだありますね。はい。であと擦過傷のところはだいぶ治ってきて、ここはもう痛みはないです。はい。なんで今腰にこれを貼っていて痛みがあるんで、これで病院に通ってるような感じです。はい。大体事故から2週間3週間ぐらいですかね、事故から3週間ぐらい経ってこの状態です。3週間かかってるから20日20日間ぐらいですかね。はい。なのであと出さなきゃいけないのは通院の明細書と、あと休業損害証明書、ちょっとまだ会社から帰ってきてないんで、それが、まあ、出てきたら休業損害証明書と、あとまたもう一回通院するかなと思うんで、通院したらその時の、領収書を合わせて提出する形になります。それをこの、まあ、返信用封筒が入ってきてるんで、それと一緒に入れて、返送するような感じです。はい。ひとまず、事故から20日間経ってこんな感じです。まだ時短がとかそういう話にはまだなってないです。はい。